はい、本日はね、新潟市新和にできましたラーメン山岡屋にやってまいりました。まあ山岡屋といえばね、もう24時間営業年中無休と、もうほんと最強のラーメン屋さんですので、ちょっと入ってみましょう。こちら同意が必要なラーメンになってますね。ウルトラ激辛ラーメン、これはちょっと同意して注文。はい、こちらですよ。まあビジュアル的にはなんかそんなに激辛っていう感じではなかったんで、どうなのかなーなんて思って、まあ食べてみたら、割と、まあ思ったほど辛かったですね。辛かったんですけど、まあ、激辛って言われるめちゃくちゃ辛いラーメンに比べては食べやすい方だったと思います。ほんと旨味がある辛さで、ただ辛いだけのラーメンじゃないって感じですね。ほんと辛いのが好きな人はぜひとも食べてもらいたい一杯です。ほんと美味しいですよ。まあただ辛いのが苦手な人は、やめた方がいいと思います。チャレンジでも火傷すると思います。ウルトラ激辛ラーメン、マストですよ。